埼玉県立坂戸高等学校は埼玉県坂戸市にある県立高等学校。進学指導総合推進事業推進校、英語運用力向上事業推進校、海外授業体験事業推進校でもある。急に学区の公立学校。平成19年に埼玉県から進学指導総合推進事業推進校に指定された。キャッチフレーズは行ける大学ではなく、 行きたい大学へ、現役でを掲げている。主な内容は次の通りである。オーストラリアでのホームステイ、福島県のブリティッシュヒルズエ語研究所でのスプリングセミナーなどを通じて、異文化体験、交流を通して世界の人々、文化の理解を深めことに力を入れている。英語の授業は、アクティブラーニングを取り入れ受験のみならず会話なども、 意識した授業をする交渉の柳と地名の片柳から柳祭りという名が付けられている。昼間は至って普通の文化祭だが、夕方から始まる中夜祭り、五夜祭のダンシングフェスティバルは柳祭りの大きな目玉。ダンスはクラス対抗で夏休みの間から練習が行われ、2楽器の初めに予選が行われる。その予選で勝ち抜いたものだけが中夜祭り。 親祭で野外ステージでのダンス披露に参加でき本番では毎年ダンスが披露される。坂戸高校の隣には坂戸市立片柳小学校があり生徒と児童との交流が盛んである。交流は書き初めの指導や連合運動会での陸上指導などの他に吹奏楽部が全校児童と保護者を招いて親子コンサートを行っている。北坂戸駅開業以前は 高坂駅や坂戸駅からで、一番近い高坂駅からでも、徒歩30分かかり、通学が大変であったため、教職員や保護者から、学校付近に臨時停車場を作ってほしいと東武鉄道に陳情したことがあった。その後、日本住宅公団の北坂戸団地開発に伴って、北坂戸駅が開業し、通学が便利になった。2005年1月、下校途中の本校生徒が、 後方から来た車に跳ねられ死亡する事故が発生した。この事故をきっかけに以前から要望されていた通学路である指導3330号の歩道整備が進められた。ありがとうございます。